ランズベリーアーサーのバルキリーラジオアナトミア。こんばんは、バルキリーアナトミアジオリジン、レナセーフ役東間由美です。同じくバルキリーアナトミアジオリジン、アルトフェール役のランズベリーアーサーです。読む聞く泣けるスマホ RPG、バルキリーアナトミアジオリジンを盛り上げるラジオ番組、はい、今週もスタートいたしました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ちょっと前に、うん、バルキリーアナトミアのゲーム内で、うんうん、メインストーリーが更新されたんですよ。もう多分リスナーの皆さん、プレイされてる方も多いと思うんですけど、うん、ちょっと感想が気になりますね、みんなの。うーん、結構本当に今物語がバン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 ってどんどん変わって、うん、展開がもうかなり先が気になる感じになってるので、うん、ちょっとどういうところに着地点が出るのか、うん、早く見たいですね、いろいろ。うん、やっぱりもうあれでしょ、朝くん更新されたら速攻もうストーリーすごいますね、やっぱりだよね。で、気になりますもん、続きが。でもそのストーリー自体はそのまだバルキリーアナトミアを始めてない方とかでも、うん、今から始めても最新のところまでは本当に結構追いつきやすいというか、うんうん、そのストーリーを見るだけであればクエスト自体はそんなに難易度が高くないので、うん、そこを追うものは難しくないので、うん、ぜひまだの方とかバルキリーが好きだけどちょっとスマホはプレイしたいなという方とかは、うん、今から始めていただいてもストーリー全然追えますので、うん、ぜひねこれを機に始めていただいて、はい、ストーリーを追いかけてもらえればと思います。はい、ということでじゃあ今夜も早速始めていきましょう。我と共に生きるは霊源なる勇者、いでよ東間由美、ランズベリーアーサーのバルキリーラジオアナトミア。この番組はスクエアエニックスの提供でお送りします。東間由美、ランズベリーアーサーのバルキリーラジオアナトミア。改めましてこんばんは、バルキリーアナトミアジオリジンのレナセーフ役東間由美です。アルトフェール役のランズベリーアーサーです。ではではリスナーの皆さんから届いたお便り紹介していきたいと思います。はい、ラジオネームモモンガ富永さんからいただきました。ありがとうございます。東間さん、アーサーさん、こんばんは。こんばんは。どうも。そしてスクエニのスタッフの皆様、メインシナリオの更新ありがとうございますネタバレしないように詳しくは書きませんが、今回配信された追加ストーリーすごいですね。地味な始まりだったので箸休め会かと思いきやまさかのゲームのアイコンのような役割だったあのキャラがあんな風になってしまうなんてとびっくりでした。でもどうかこれが反撃のきっかけになってほしいです。うん。また活躍が光ったエインフェリアが単なる戦闘集団ではなく、知恵のある者が頭を使ったり自身の過去の経験を生かして行動したり意見を述べたりと、エインフェリアが物語に直接関わっている感じがすごく嬉しかったです、うん、今回はほぼ全員が期間限定イベントで仲間になるキャラクターでしたが、メインストーリーで仲間になったエインフェリアがこの先の物語にどのようにまたどのくらい絡んでくるのか今後も楽しみにしています。年内にもう一回くらいメインストーリー更新されたらいいな。よろしくお願いします、木村 P だそうです。いけるでしょなんか年内なのか年明けの同時なのか難しいですね。あー、そっか。なんかお得感が年始に、うん、年始にボリュームちょっといつまでも多めで、うんうん、バンって来てくれるとなお嬉しい感じもあるし、なるほどね、大きめのボリュームで来てくれると、そうだね、年末忙しいから、そうですね、年始にそれはいいかもね。年始に大きめのボリュームでね、木村さん、よろしくお願いします。まあこればっかり木村さんが書いてるわけじゃないもんね。いやでも、モモさんがね、本当モモンガ富永さんが結構配慮してくださって書いてくれてるんですけども、うん、本当に見てほしいですね、うん、やっぱり結構いろいろ話したいんですけど話せないことが多すぎるので、うんうんうん、何か言うともう全部バレちゃうみたいな感じになるので、うんうん、ちょっと皆さんぜひ遊んでみてください。はい、では続きまして、はい、ラジオネーム加藤さん、ありがとうございます。ございます。由美さん、アーサーさん、こんばんは。こんばんは。メインストーリーテセウスの船が追加されましたね、うん、アナトミアのストーリーが大好きなので嬉しいと思う反面、以前と比べストーリーの更新スピードがだいぶ早いので行き急いでるのかと若干不安になりますかっこ笑い。まだまだ続きますよね木村 P。
続きます。もう全然続きますという深いうなずきをいただきました。はい、まあ、本当に単純になんかその別に行き急いでるとかじゃなくて、いろいろ更新ペースを皆さんのために早めているだけというか、たくさんお届けしたいという気持ちで、その早くなっただけなので、特にそこに何も対話なく喜んでほしいという気持ちだけなので、ね、だってまだやっと半分行ったか行かないかぐらいだもんね。そうですね、前回以前藤沢文吾さんがゲストに来てくださった時に、今なんかその3割4割ぐらいっていうお話でしたっけ、からの今なんで多分半分ぐらいなのかなっていう気がするので、まあ、急になんかその藤沢さんが気分変えても、もう畳んでやるみたいな感じにならなければもう話畳むぞみたいな感じにならなければ多分、でもならないと思うので、全然本当に楽しみに引き続き待っていただければと思います。はい、ということで次行きたいと思います。はい、ラジオネームアミセさんからいただきました。ありがとうございます。トーマさん、アンサーさん、こんばんは。どうも。先日友人から結婚式の招待状が届きました。結婚式というものに初めて行くので、服装やマナー、ご祝儀はいくら包むべきかなど、わからないことだらけでめちゃくちゃ調べています。質問なのですが、トーマさんとアーサーさんは、結婚式にゲストとして参加するときは、どんな服装で行きますか？こうした方がいいよなど、アドバイスがありましたらお願いします。だそうです。なるほど。まあ、ね、女性は基本的に、花嫁さんと被っちゃないように、白っぽいものは避ける方がいいよね。はい、ゲスト。もうそんなにもう、いろんなバリエーションがあるわけじゃないですよね。まあ、女性はドレスのカラーリングがいろんな色はある程度はあるかもしれませんけど、男性に関してはほぼ一択というか、そうだね、ネクタイとかシャツの色でちょっと個性を出すぐらいですけど、あんまり派手すぎても目立っちゃうので、あとはやる場所にもよるかな。そうですね、例えばほら、最近で言うとすごいレストランを貸し切るとかっていうのと、そんなにね、そうですね、かっちりってしてかなくてもいいけども、まあ、チャペルとかホテルとかで大きな規模感とかでやるんであれば、やっぱりちゃんとしてかないきゃと思うしね。あとはこう、何スピーチするのかしないのかとか。そうですね、うん、でも前に結婚式の V を送ってほしいって言われて、 VTR なんかコメント V を欲しいっていう言われて、初めてそれを言われたので、それ結構嬉しかったですね。なんかその、皆さんこんにちは、ランズベリーアサーですみたいな、何々さん、何々ちゃん、恥ずかしくない、結婚おめでとうみたいなことをVTR 越しに言うの、ちょっと最初は恥ずかしかったんですけど、なんかだんだんその自分一人で撮ってたんですけど、そりゃそうだよね。スマホを立てかけて、録画ボタンを押して、本当に一人で撮ってたの？はい、カメラの前にそのスッて行って、なんとかさん、なんとかちゃん、結婚おめでとうみたいな感じで、やってたんですけど、それはなんか、嬉しかったです。芸能人扱いしてもらえてるんだっていうんで、結構長い友達だったんですけど、なんかその人が結婚したのもなんか不思議な感じでしたし、V を送るってのも不思議な感じで、素敵な経験をさせてもらいましたね。そっか、なんかあれは面白かったです。何度もリテイクしましたけどね、自分で撮るときちょっと違う、これは違うみたいな、向きが違うとか言葉間違えたとか。いや、ちょっとね、ぜひね、アミサさんもいろいろ考えてみてください。そうだね、それもね、大事な期間だと思うので、ね、楽しんでね、はい、ということで皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。引き続きアナトミアをプレイした感想や、私たち2人へのメッセージをお待ちしています。東真由美、ランズベリーアーサーのバルキリーラジオアナトミア、続いてはこちらのコーナー、バルハラ子供電話相談室。良い子のみんなから届いたバルキリーアナトミアに関する質問疑問に答えていくよ。じゃあ早速、今日も良い子のみんなと電話をつないでみよう。もしもし。はい、どうも。お名前は？マナトです。ああ、いつもありがとうね。元気だった？元気元気。だってほら、あ、見えないか、半袖なんだマナト君でもそろそろ風邪ひくから子供は風邪の子っていうし、元気なのかな、いいね。アーサー助手、改め、アーサーお兄さんは、もう長袖なの？そうだね。もう今の時期は長袖になったり、ちょっとね、革の服着たりとか、なんか厚いもの着たりするなり始めたかな。革の服？そう。それ、革ジャンのこと？そう。よく知ってるね。革の服って言わないけど。まあいいや。今のとこに合わせたつもりだったんだけど。今日も、友達の質問に乗ってほしいんだけど、あ、その前に。ハロウィンナルトフェールって、出やすいの？ナウオンセール？いや、友達がね、
5ステップ引いたらね、3回出たって言ってた。うん、あ、5ステップまで3回出たんだ。うん、それお友達のユミちゃんとかアーサーくんとかその辺の友達のことかな。あ、そうかもしれない。そうだね。じゃあその確率に関しては一応じゃあ木村博士に聞いてみようか。木村博士お願いします。はい、一応ですね、ま、多分まあたまたま出たのかなっていうところなんですけど、一応確率に関しては、はい、まあいろいろね、いろいろ話題にもなったりはするんですけど、はい、基本的にうちの会社のまあいわゆるガチャと呼ばれるものは、はい、基本的に例えば10万回とか100万回ぐらい回して、はい、それで設定したものにの確率でちゃんと出てるかっていうのをリリースする前に必ずチェックするっていう、そういう期間があるので、はい、それをちゃんと通しているものはその確率で出るはずになっているので、はい、多分、運が良かったのかなと。なるほど。じゃあもうそのアーティファクトだったり何かその、で、差異はなく、はい、完全にもたまたま運が収束したり。そうなんです。出なかったりということですね。そうですね。まあ、今まで出なかった分がそこに集中したのかな。そうですね。まあ、確率は収束するって言いますからね。そうですね。はい。うん、だそうですよ。山野君、分かった？うん、分かった。うん、じゃあ、早速、お友達の質問いきまーす。はい、アールグレイ君からなんだけれど。うん、ありがとう。セラフィックゲートでチームを変えていくとオーブを必ず落とす敵の確率がアップするようですが、うん、どれくらいアップするのでしょうか。よろしくお願いします。ああ、これ確かに、これ私も気になるな。まあ、そのね、セラフィックゲートというところで、うん、パーティーがね4つ組めるの。その4つのパーティーを組むことができるんだけど、うん、そのチームを入れ替えて戦っていくことで、うん、なんか珍しい敵が登場する確率がどんどん上がっていくんだけど、うん、そのね、変えた時に確率がどのぐらい上がるのかっていう質問だね、これ。じゃあ、木村博士に聞いてみようか。うん、木村博士。はい。これは、実際どうなんですか？これはですね、確かに今まで多分、そのレア敵と呼ばれるキャラクターの出現率って、はい、まあ明示化してなかったんですけど、まあ言っちゃってもいいかなと思うんで、はい、言っちゃいますけど、だいたいその一番難しいところで、その、はい、まあ必ず落としてくれるレア敵の出現率が、だいたい 2% ぐらい標準だとっていう感じですね。何もしてない時は 2% ぐらいで。ぐらいでっていう感じで、切り替えるたびにちょっとずつ上がっていって、すべての4パーティーすべて使うと最大で 5% ぐらいまで、はい、あります。なるほど、なるほど。なので、まあ、だいたい 2.5 倍ぐらいまで上がるという印象ですね。はい。まあ、結構でもでかいですね。元がその 2% で切り替えることで 2.5 倍ぐらいになるんであれば、うん、そうですね。オーブを掘ってるんであれば、どうしてもオーブを欲しいっていうんであれば、切り替えると。やっぱりその分、切り替える分、そのパーティーが平均して強くないといけないので、やっぱり、その分、パーティーを平均的に、もうみんな鍛えなきゃいけないので、難しくなってくるかなと思います。はい。お兄さん。オーブって掘れるの？オーブって掘るものなの？え、掘ったら出てくるの？違う、マルト君違うんだ。マルト君違うんだ。オーブみたいだね。まあ、そうなんだけど、でも通称でもね、そういう風に言うんだよね、そのゲームとかで。何かその、レアアイテムだったり、ランダムで出るものとかを何度もこう集めたりすることを、何々掘りって言ったりするんだよね。だからオーブもそのお芋さんじゃないけど、うん、まあ、芋掘りみたいな感じで、うん、見えないものをこう引っ張り出す。と繋がって出てくるの、ダラダラダラ。繋がってなんかボーナスタイムみたいなのないんだよね。でもね、まあそのアイテムを何度も集めたりすることを何々掘りっていうね、ゲームの通称の俗語みたいなのがあるから、それの一つだね。なんで何々が狩り、もみじ狩りみたいに狩りじゃないの？狩りだとね、やっぱりね、その倒すとか攻撃をするみたいなイメージを持っちゃうから、うん、何々をその掘るってのは多分発掘する遺跡探検家みたいな感じなのかな。栗拾い、拾いは栗拾いはなんかその、でもそれだと探すというか、なんか落ちてるものをポロッと拾い上げてる感じだから、多分自分で探して見つけた感じじゃないんだろうね。そっか、化石とか遺跡の感じだと思う。ノリはいろいろこだわりがあるんだね。そう、あとね、マラソンとも言うね。はい、まあ、マラソンに関しては、うん、同じそのクエストを何度も行くことを何度もこう走り続ける感じからマラソンって言われるね。でもマラソンはちゃんと終わりがあるよ。まあ、それはだから終わりがないマラソンだよね。42.195 キロだよね。そう、みんなだからその頑張ってマラソンしてるんだよ。走れメロスだね。そうだね。うん、じゃあもう一ついいかな。うん、シャル君からもね、パーティースキルのレベルの上限を教えてくださいって来てるんだ。なるほどね。パーティースキルっていうのはね、キャラクターが一定レベルに達すると、うん、そのキャラクターが何かその特殊な力、
攻撃力をちょっとだけアップさせたりとか、防御力をちょっとだけ上げたりとかっていう、お助けスキルみたいなのをみんな覚えるの。ちょっとだけなの？ちょっとだけ。でもこのちょっとだけを、キャラクターのそのレベルを上げて、そのレベルを上げたり、他のキャラクターも同じその能力を持ってて、それをみんなどんどん、いろんなキャラクターで手に入れることで、それが積み重なってちょっとが大きな力になるんだよね。でもこの上限がいくつかは確かに明言化されてない気がするから、木村博士にちょっと聞いてみようか。うん、はい。これはですね、ちょっとそのスキルに、パーティースキルによってちょっとそれぞれ差があって、うん、一律に何、レベルいくつが上限っていうのはちょっと難しいんですけど、はい、まあ、ちょっと例えばなんですけど、攻撃力が上がる、例えば達人というものがあるんですけど、はい、これは上限が現状だと多分1000ぐらいに、で、クリップされるので、20、いくつだろうな、5から30ぐらいのどこかで多分、上限に作るかな。25から30レベルぐらいの間のところで。そうですね。っていう感じになってたり、例えば警戒っていうクリティカル率が上がる、はい、結構人気のスキルがあるんですけど、はい、それは、合計が 15% でクリップされたりっていう感じになるので、それぞれによってちょっと違います。で、持ってるキャラクターの数とかもそれぞれ違うので、はい、例えばちょっと自分が今、パーティー全体的に攻撃力が弱いなと思ったら、うん、その攻撃力が上がる達人っていう、はい、キャラクターをできるだけ集めてみたりとか、そういったところで自分のちょっと足りないところを補ってみるっていうのもいいかなと思います。なるほど、はい、この辺はねもう結構本当に奥が深い話だから、うん、ちょっとねインターネットとかで調べてもらって、うん、スキルとかもいろいろ詳しく調べてもらうのが一番その分かりやすいかもしれない。もしかしたら誰がどのスキル持ってるかとかね、うん、パーティーってお誕生日パーティーもあるよね。うん、お祝いするパーティーね、うん。うん。そのパーティーとは違うんだよね。そのパーティーとは違う。そのパーティーとは全然。パーティースキル楽しそうですね。そう。なんかそのみんなでお祝いするためのスキルじゃないんだよね。なんかそのね、ハッピーバースデーの歌が上手くなるとかそういうのじゃないんだよ別に。そっか。飾り付けがすごい上手いスキルとか。そう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 。でもそれいいね。そのパーティースキルも欲しいね。うん。そのパーティースキル強い子一人いるとね、盛り上がるからねみんな。そうだね。楽しくなんか旅とか戦いができそうだよね。はい、うん、マナト君他はじゃあ大丈夫かな。もう、うん、今日は大丈夫、ありがとう。また何かわからないことがあったら質問電話するね、うん、はい。あ、最近めっきり朝晩が冷え込んできていますから、うんうん、大人の皆さんどうぞお体ご自愛ください。じゃあね、バイバイ。マナト君バイバイ言わせてくれませんね。マナト君、そう、マナト君もうなんかそこ言うまでは結構しっかり喋ってるのに最後だけもう逃げるかのようにいたずら電話みたいな感じだもんね、もう最後。はい。ということで、皆さん、たくさんありがとうございました。はい、引き続き、皆さんから、バルキリアのトミアにまつわる素朴な疑問、質問をお待ちしています。木村博士、今日もありがとうございました。ありがとうございました。トーマユミ、ランズベリーアーサーの、バルキリー、ラジオアナトミア。続いては、こちらのコーナー。バルキリー総選挙。リスナーの皆さんからマルキリー関連の推しキャラクターを教えてもらうコーナーです。はい、ではではリスナーの皆さんからの推しキャラメッセージを紹介していきたいと思います。はい、いきます。バルハラネームモモンガタミナガさん、ありがとうございます。ありがとうございます。中年探索クソジジイこと言い過ぎ、クソジジイまで言うかな、バルバールワに一票です。うん、渋い、弱い、使いづらい。ひどいな。悪口ばっかじゃないですか。でも一票なんだね。ラジオでどんなにネタにされようと決してへこたれない。探索時には必須のキャラクターで憎めないです。そうですね。いや、本当にいいキャラしてるんですよ。ただまあその探索の時にどうしても必須なので、ちょっと使いづらくて弱いんですけど実際。こんな顔してるんだ。こんな顔、意外となんかダンディーな顔なんですよ。そうだね。思ったよりもだからその。私なんか LINE スタンプでしか見たことなかったかもしれない。ああ、ちょっとポップな感じのね。そう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 。確かにこっちのキリッとした顔、トーマさんにお見せすることはなかったかもしれないですね。こんな渋い顔なのに弱いんだね。そうですね。設定もすごい強い設定ではあるんですけども、うん、なかなかちょっと攻撃の軌道が独特で、使いづらい弓の打ち方をするキャラクターになっています。こう何？天に向かって弓を放って降りてくるまで待ってるとか、そういうこと？まあでもそのテンション感ですね。そうなの？なんか斜めの方にピュッてですね、あさっての方向にピュッて、うん、当てるのはちょっと工夫をしないと当てられないというキャラクターです。ブーメランみたいなんだね。そっか。いや、珍しいですね。まさか、バルバラ推しがいるとは。うん。次行きたいと思います。はい。ラジオネーム、使い魔の黒い鳥さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。
バルキリープロファイルシリーズの中からというと、レナス様たち神々も魅力的ですが、特に最近アプリにもなった VP レナスには個性的なエインフェリアが多いのも特徴で、そこから選ぶのはだいぶ迷ってしまいます。そんな中でも私が推したいのはラウリーです。うん、器用な性格で、死因は敵に撃たれたではなく金槌による溺死という英雄と呼べるのかというものではありますが、婚約者を大切にしていた子です。個人的には当時別のゲームでラウリーの声を演じている坂口さんにハマっていたこともあり対応していました。特にゴーレムなどの大きな敵に奥義のレイヤーストームを使うと面白いくらいにゲージが溜まるのが爽快だったのを今でも覚えています。英雄としてはアナトミアでの実装は難しいかもしれませんが、ひっそり溜まってるインフェリアの一人だったりします。うん。金槌による溺死なのにインフェリアになれたの？徴兵されて戦争に行くんですけど、うん、その海での戦闘で溺れて死ぬんですよ、うん、金槌なのに海に入った、なんかそうですね。結果的にまあ溺れて溺死してしまうという。まあでも序盤に仲間になるキャラクターでして、うん、まあその多分婚約者を大切にしていたというかっていうのもあって、うん、レナスがそれでエインフリアとしての素質を何か見抜いてくれて、これが坂口大ちゃんってところがすっごいわかるよね。いやでもこのキャラクター本当に序盤に仲間になるキャラクターで、うん、お世話になった方も多いと思います。うーん、使いやすいキャラクターですね。なるほど。必殺技が本当に使いやすくて、うん、敵が大きければ大きいほど輝くキャラクターでした。そうなんだ。なんかすごいいっぱい弾を乱射する感じだったんですよ。ピピ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 って弓をめちゃくちゃ打つんですけど、うん、敵が大きいとそれがもうとにかく全部ヒットするので、すごいヒット数も稼げて気持ちよくて。それは敵が大きいから、的が大きいから当たるってこと？そうです。的が小さいとそのたくさん打ってる弾がどんどん敵の横をすり抜けていって当たらないので。じゃあこの子の別に腕じゃないじゃん。もうたくさん打つ腕があるんですよ。もうとにかく早く素早くいっぱい打てるんで。それって下手な鉄砲なんちゃらでしょ？そうです。でも敵が大きければいっぱい当たるんで。でもいい、大ちゃんだから許す。本当に最初の初代に関しては、うん、数が本当にキャラクター膨大にいるので、うん、多分深い愛を持った方が、うんうん、あ、そのキャラクター好きなんだ、意外というか珍しいというか嬉しいなっていう方が多分いっぱい隠れてると思うので、うん、ちょっとぜひね愛、深い愛お待ちしてますので、はい、たくさん送ってください、はい、ということで皆さんバルキリーの推しキャラお待ちしています。トーマユミランズベリーアーサーのバルキリーラジオアナトミア、バルキリーインフォメーション。ここでバルキリーアナトミアの最新情報をお伝えしたいと思います、はい、まずは開催中のイベントから紹介します。現在バルキリーアナトミアではテレビアニメゴブリンスレイヤーコラボ、コーニを殺す者ゴブリンスレイヤー前後編タワーイベントバルハラ魔物遊興を開催中です、うん、続いてイベントの先出し情報です。11月5日月曜日の18時からはイベント大きな旅の途中でを復刻開催します。優秀なのはどちらか争う不銀と無人、2話はそれぞれ単独で異なる世界の剣士と踊り子を追う。このイベントは前にも紹介したオクトパストラベラーコラボの復刻イベントとなっています。ということで改めてオルベリクとフリムロゼが登場します。オクトパストラベラー本当にすごい素敵なゲームなので、うん、まだやってない方はぜひ遊んでほしいですね。そして願うならば、うん、ぜひ裏ボスまで倒していただけると、うん、全て気持ちよくなりますので、うん、そこまで遊んでほしいですね。もう全部やったんだね。遊び尽くしてほしいです。はい、尽くしたんだね。はい、はい、続いてのインフォメーションです、はい、11月5日よりバルキリープロファイルトガを背負うもの10周年記念キャンペーンを開催します。うん、10周年なんだね。あっという間ですね本当に、うん、キャンペーン第1弾として期間中ログインユーザー全員に武器生成チケット11連をプレゼント、うん、11月5日より4週にわたって計4枚の武器生成チケット11連がもらえますよ。はい、期間は1回目が11月5日の18時より11月12日の13時59分まで、はい、2回目が11月12日18時より11月19日13時59分まで、はい、3回目が11月19日18時より11月26日13時59分まで、はい、4回目が11月26日18時より12月3日13時59分までとなっています。1週間区切りですね。そうだね、はい、はい。なので、まあ、毎週ログインしてもらえれば手に入るので、うん、ぜひね遊んでください。はい、さらに11月5日より
サポートポイントキャンペーンも開催します、うん、サポートポイント交換所に豪華アイテムが追加されます、はい、こちらは英雄の記憶5であったり導きの鍵などがもらえます、うん、そして11月9日金曜日からと11月16日金曜日からの週末限定の降臨武器生成には11連でサポートポイント150ポイントがおまけでつきます、うん、期間が11月5日から11月19日までとなっています。すごい盛りだくさんだったね。そうですね、もうインフォメーション盛りだくさんで数字がいっぱいあったんで、ね、ちょっとねまた改めて聞いて確認していただければと思います。そうだね、はい、以上ヴァルキリーインフォメーションでした。お届けしてきた東間由美ランズベリーアーサーのヴァルキリーラジオアナトミア、そろそろお別れの時間になってしまいました。いやあ、そういえばさ、はい、先週ほら盛りだくさんにアルトフェイル弾いたじゃない。盛りだくさんに、はい、弾きましたね。でアーサー君もほら、立て続けに出してって言ってて、そうですね、たくさん。でどうアルトフェイル使い心地は。あ、いやもう嬉しいですやっぱり。もうなんかニコニコしちゃいますもん。で実際強いんで、うん、こうもう今までのそのスタメン一軍のところに今もう入って、うん、スッと入り込んで。おえ、やっぱりそのいっぱい出たアルトフェイルを食べさすの、はい、そうです。えぐいわ。アルトフェイルにそのあの先週あの引いたあの氷のコウモリやったじゃないですか、うんうん、あれを食べさせることで攻撃できる回数が増えたりとか、うん、いろんなそのどんどんアルトフェイルが強くなっていくので、うん、それで強化して今も楽しく遊んでますね。氷のさ、はい、あのコウモリやっぱり食べるときガリ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 って音がするのかな。どうでもあの氷だから多分噛むとパキンっていくんでしょうね。パキンの方か。ガリガリってよりかはでもあのサイズ口に入るんですかね。いや一気には無理だよ。だから翼の方からガリ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 って。翼の方からでもあれでも持ち手が難しいじゃないですか。翼持たないと噛めないじゃないですか。何の話してるのって話なんじゃないですけど。え、じゃあ頭から行く。頭から行くのが多分一番いいんじゃないですか。そうなのかな。もしくはもうかき氷機にあの氷ごとぶち込んでもう潰して氷にしてしまうっていうのが多分一番手っ取り早いかもしれないですけども。でも本当にあの素敵なキャラクターで強いキャラクターになってるので、うん、今本当に一軍に入って旧アルトフェールはもう完全に今倉庫場になってしまったので、うん、倉庫まで行っちゃってんの。あの日の目を浴びる日を待って、もしくはあのダブルアルトフェールで行けるクエストとかであれば遊びに行きますけど、やっぱ強い敵にはちょっと前のアルトフェールは。え、ノーマルアルトフェールくんはなんか食べて大きくなれないの。なんか食べてもう成長期終わってしまったんですよ。そうなんだ。今だから第二次成長期を待ってるので。ちょっとね、またなんかいつかその成長期来るタイミングを心待ちに。ノーマルアルトフェールくんになんか食べさせていいものをぜひ気になってお願いします。健康的なものをね。そう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 、はい、ということで、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールの宛先は va@joqr.net va@joqr.net です。番組公式ツイッターもあります。@va_joqr です。ぜひフォローお願いいたします。そして毎回メッセージを送ってくれた方の中から1名様に、はい、トーマさんがデザインしたベリーホースマグネットをプレゼントしています。読んで読まれない関係なくお送りしますので、うん、ぜひ送ってください。はいはい、ということでここまでのお相手はヴァルキリーアナトミア常理人のレナセーフ役トーマ由美とアルトフェイル役のランズベリーアーサーでした。よくやったエインフェリアたちよ。トーマ由美、ランズベリーアーサーのヴァルキリーラジオアナトミア、この番組はスクエアエニックスの提供でお送りしました。FM916AM1134 文化放送です。声優であり作家でありお金が大好きな浅野真澄と公認会計士であり作家でありアニメが大好きな山田真也がお届け。聞くとお金に対する考え方が柔らかくなる番組、浅野真澄山田真也の週刊マネーランド、毎週月曜夜9時30分より放送中。嘘つき嘘ぴょん、大げさな古代、紛らわしい紛らわし、このダメダメ3匹を広告で見つけたら 03-3541-2811 ジャロにご連絡ください。広告の嘘、大げさ、紛らわしいに関するご意見は日本広告審査機構へ。5年ぶりの来日公演決定。
ケニー G ジャパンツアー2019、来年1月15日火曜日、文化村オーチャードホールにて。チケットはただいま好評発売中。詳しくは0570-550-799、0570-550-799、共同東京まで。